はい、皆さんこんにちは。アイメマル実況へようこそ。ということで、今回もアイアンコングで、対戦モード潜っていきたいと思います。で、今回、左上側に新ステージ砂漠登場ということで、あの砂漠マップが実装されました。おめでとうございます。はい、結構おめでたいですよね。あの運営さん頑張ってくれたんじゃないかなと思います。で、あと、まあもう皆さん知っての通り、あのアップデートでガトリングが下方修正されてめっちゃ噛みましたね。下方修正されて、まあ、今までのあのガトリング時代がこう、まあ、一つ終わったんじゃないかなと思います。はい。で、今回僕はもうアイアンコングっていうか、まあ、ゴリラでちょっとなんかいろいろ面白いことできたらいいなと思ってるので、あのまあ新マップもアイアンコングでまずはちょっと攻略できたらいいかなと思っています。はい。で、装備なんですけど、いろいろ考えた結果、背中ロングレンジライフル、あと左右 35mm という、もう対拠点もう特化でいきたいかなと思ってます。で、なんでかっていうと、この新マップの小型がまず強いので、ファイターだったらコマンダー、まあ、一撃で倒せたりするんですけど、コマンダーだとこう小型処理にすごい時間かかっちゃうんですよね。で、そこでもたもたしてるうちに、なんかデストロイヤーたちに追いつかれちゃうみたいなことがまずあったっていうことと、あとは、結構この新マップパワープレイっていうか、なんていうんですかね、今までは、デストロイヤーたちにすごく早く倒されちゃうんですけど、今回障害物が あるので、結構そのデストロイヤーたちがこう道に迷うっていうか、うまいデストロイヤーもすごい突き進んでくるんですけど、なんかなかなかこうそこの障害物に時間がかかるせいで、コマンドたちが抜けやすくなるんですよね、その時間がある分。で、その分拠点に速攻で行けるってところの強みが ある組み合わせだと思っています。はい。じゃあ、まあ、これでちょっと今回。これがね、でも僕、コマンダーそんなに慣れてないので、これが果たしていいのかっていうのは、まあ、対戦しないとわかんないですよね。はい。ということで、対戦相手、そのままでしばらくお待ちください。はい。対戦よろしくお願いします。お、今回は、サポーターさん1の、デストロイヤーに、相手は、あ、ミソさんいますね。おー。デストロイヤー2のコマンダー2ですね。サポーターがどう連携するかみたいなところがポイントですかね。よし、もう拠点をどんどん潰していきたいと思います。対拠点なんでね。任せてください、拠点は。って本当に大丈夫かな。いや、でもここはもう落としに行こう。デストロイヤーにいるので多分追いかけられるので、ちょっとうまく連携していきたいですよね。あんまり先行しすぎないようにして、ちょっと状況を見ていきたいと思います。22、あはは、は、31、ほう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 、よっ、ここは逃げたい。お、よ、こっちか。こう、障害物がやっぱ多いのでね、かわしやすくなってる。よっと。ほ、よ、ほ、ほ、よしよしよし。ここでスイッチして、一発を当てましょう。よし。よしよし。ありがとう。で、デストロイヤーさん同士でやっぱ潰し合ってもらって、で、ここで、よしよし、ありがとう。ミソさん。ミソさんを撃破できた。よし。で、ここはもう、どんどん削っていきましょう。対拠点のね、見せ所ですよね、ここはね。よっ。ほっ。はっ。頑張れ。ここで、削りたい。あー、来た来た来た。ミソさん来た。よし。よし、ありがとうございます。で、今度は真ん中かな、真ん中か右だな。この小型に幼稚、小型がね、本当に厄介なんですよ。
ここはもう一発当たってないか。あ、もう一発か。よし、ここはあんま戦わない。一発入れて、はい、あ、怖い。真ん中も一発、あ、ダメだ、ロックオンしちゃった。次はでもどっちかな、右かな。よしよし、また拠点潰すぞ。右押し込まれてるな。よし、真ん中かな、真ん中は取りたいと思います。まずあ、誰か復活してきたな。みそさんだ、これ厄介だな。そしたら一番右に行こうかな。ちょっとぐるっと大回りして、よいしょ、35mm。 うわー、これは攻められないな。めっちゃ追いかけ回されてる。あ、ここ肩に挟まれた、やばい、怖い。よいしょ、どうか拠点のチャンス、ここかな、今チャンスかな。うん、ダメだ。よし、あ、これはしょうがない。右が気になりますね。右の多分コマンダーにやられてるな。ここはちょっと、ここは右にをちょっとこう倒してから、よし、そのまま真ん中か右かどっちでも狙える場所に行きたいですね。でも敵も来てる、一発入れておきましょう。よっと、あ、ね、怖い。これちょっと中途半端になっちゃってんな。どっち攻めるかね、決めておかないと。よいしょ、よし、これはもう右取られそうなので真ん中行きます。ここも真ん中をどんどん行きたい。で、大型はもうしょうがないです。これ押し込まれても、あの、こっちの大型はまだ使ってないのでね。よいしょ、まず真ん中はもう落としていきたい。うわー、押し込む、大型は守った、ありがたい。これはやったぞ、これはありがとう。あんまここでタイゾイドしたくないな。よいしょ、危ない、あー、やられた。よし、大型こっちも作って相手にプレッシャーかけられそうですね。撃破数は同じぐらいで、あと真ん中の拠点の数値は大丈夫。左がどうかな。でもこっちもね、あの、真ん中攻めていくんで。よし、僕は真ん中行きます。でもこのブッシュの飛び出しとかなくなった分、ちょっとこう、おう、左から真ん中みたいな感じに行こうかな。もうちょっと今来てるから。よいしょ、この角度当たるかな、当たんないか。で、このまま真ん中行きます。35mm、 頼むよ。1人来てるか、黄色になった。よしよし、ここはもう打ち込んじゃう。これは打ち込む。よしよしよし、で、赤まで削ったので、よし、次で落とせそうかな。次で落とせるといいな。ここは左からデストさんと協力していきたいけど、真ん中の小型も嫌だな。お互い今同じぐらいの状況で、こっちが大型がいるみたいな感じですよね。だから少しでも早くこの真ん中を落としたい。あ、ちょっと小型に邪魔された。あー、場所悪いかな。よいしょ、これはチャンスか。
ここは倒したいな。あー、倒されたか、逆に。ここは左から真ん中に行きます。やっぱここ同じコマンダーとしてね、やらせちゃいけないところがあるからね。よいしょ、よしよしよし、ありがとうございます。これでいい。これであとは左右、僕は左にプレッシャーかけに行きます。ここでおっと、みそさんに気づかれている。よしよしよ、ここでみそさんを時間稼ぎさせておくことは僕はいいんじゃないかなと思います。よしよし、相手のデストロイヤーにね、よっと、ここで一発、よし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 、で、ここ35ミリをここで撃っていく。でプレッシャーかけていきましょう。撃破数はまあ5分なのでちょっと気をつけたいですけど、ここでちょっと引く。みそさん来てるから。あ、バッテリー危ない危ない。あわー、ちょっと危ない怖い怖い怖い。あは、バッテリーっていうまさかのトラップバッテリートラップ来ましたね今ね。これまずい。ちょっとバッテリーまで考えてなかったな。あ、でも左これめっちゃ攻められてんじゃないの。ここは左だ、まだ大丈夫か。よしよしよし、ここで拠点攻撃勝負ならこっちも行きたいね。やっぱ相手ばっかり攻められてるとじりじりやられちゃうんでね、こっちもプレッシャーかけていきますよ、やっぱりね。あ、そうす、あ、いい、こっちもね、こっち側にプレッシャーかけていきましょう。よっと、このままいけば勝ちですからね。時間を稼いでゆっくりいきましょう。よいしょ、おっと、これやっぱ障害物多いのが、あ、なんか音が飛んだ。ここで簡単にやられたくない。よいしょ。お。あ、なんか音が飛ぶな。あれ結構なんか、音声トラブルです。音声トラブルが発生しました。あ、このまま右の拠点いけるか。あと29秒。これいけるんじゃないかな。来た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 。ここは撃破す、ちょっと、あ、やられちゃった。いや、でもあと15秒、これはありがとうですね。いや、よかった。大型のやり取りがすごい良かったんじゃないかなと思います。はい、あの大型潰してくれた味方に感謝ですね。はい、対戦ありがとうございました。無事勝つことができました。拠点をやっぱりこう特攻していくっていうのは一つ武器になりますよね。コマンダーの武器ですね。よっしゃー。はい。それではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。